竜会院は愛知県岡崎市明大寺町にある総統州の寺院。岡崎空襲により消失した本堂境内協力3年6月、片木貝これ都市を解散として松平清康が創建した通称、禅ノ寺寺。清康が20歳の時、左手に禅ノ寺を握る夢を見、これを片木貝王将に占わせたところ、これは 吉祥、ゼノジを握るは天下を取ることなりと答えたという逸話がある。喜んだ清康は、仇飼いのために本寺を混流したと言われている。天正18年に徳川家康が関東に違法されると、本国の留守居を任されていた、堺井重忠は、武蔵川越に一万国の所領を与えられた。新たに、三河国岡崎城主となった田中義政によって破却されたが、 慶長6年に本田康重が上司となると再建された。慶長8年9月11日付で家康から主院場を配慮する。1945年7月19日から20日にかけての岡崎空襲により消失した。1970年5月、RIA 建築総合研究所の山口文造の設計により鉄筋コンクリート構造の本堂。 社務所の建築工事が着工。工費は約7000万円。翌1971年に全天候照明の三角屋根の本堂が完成した。ありがとうございます。